伊部カ文治は、日本の大蔵省官僚、満州国の文官。満州国建国初期に、税務関係のポストを歴任した。東京市牛込区野来町30番地に生まれる。本籍地も同じ。1926年、東京帝国大学農学部水産課を卒業。大蔵省に報職し、税関監査官補に任じられる。ついで、税関監査官に任じられ、神戸税関。 大阪税関に報九1932年3月1日に満州国が建国されると、翌1933年、満州国の財務部税務指揮制に就任。1937年、栄光税関監査課長となる。その後、安藤税関監査課長を経て、1939年12月、安藤税関第一監査課長兼、第二監査課長に任じられる。 1942年6月、大連税関統括監査課長を拝命。満州国建国初期からの功労により、正七くらい、訓後等に上された。伊部家の先祖は、室町時代初期の大東合戦に、伊部氏としてその名が登場する。守護小笠原氏の一族で、侍大将として、前光寺に入り、現在の長野守護町において、もっぱら政務に携わったのが、 伊深影湯左衛門のである。大東合戦敗戦後は、小笠原氏の本拠である、現在の松本市近くの、岡田伊深にある伊深城山を拠点として、戦国時代を迎えた。武田信玄の品の信仰により、主家の小笠原氏が、出本したため、隣接地の武田川領主である帯形氏に仲介を依頼し、武田氏に従属した。ありがとうございます。